本教育としてはかなり古くて、日本教育 の一番最初のところの流れを組んでいる歴史のある学校だと思っています。日本語だけではなくて日本の生活だとかそういうことを全くわからない学生に日本語の予備教育だけじゃなくて日本生活の予備教育というのができればいいかなというふうに思っています。あなたたちの国ではそうかもしれないけども日本ではこうなんだよっていうことをきっちり分からせることですね。それが一番大切かなというふうに思っています。ワンフロアで教室が並んでいまして、入り口を入ってくるとすぐにジムと教員の部屋が見える。でそこのところは部屋ではなくて区切られてない一つの空間なので学生と教員や職員とのコミュニケーションが非常に取りやすいというところはあります。またその分学生もいろんな相談事とかしやすくなってきて、で先生がそれに対して親身になって対応しているというところは非常に強みだと思います。場所から言うと下町と呼ばれる古くからある東京の場所で、すぐ近くには木場公園という都立の広い公園があります。でその横に東京都現代美術館という美術館もありますので、文化環境としては比較的揃っている。で、駅隣になりますけど富岡八幡宮という有名な神社がありますし、昔からの東京の下町であるのでお祭りなんかも盛んに行われている場所ですね。その他に大相撲の観戦ですとか歌舞伎の観劇ですとか、あと季節がいい時には船に乗ってで浅草まで出かけていってというような東京を散策していくようなプログラムをやってます。こちらで働いている方からの紹介ですとか個人的な紹介でという学生も増えてきています。日本に来てから料理の専門学校を出て、で先生お店を開きましたと、先生結婚しましたと言って奥さんや子供を連れて来たりとか、卒業した学生が日本で活躍してるっていうのを見るのはやっぱりすごく嬉しいですね。